当てます。吉田から中島、そして吉浜こぼれ球、戸高右に持ち替えてシュート。いやー素晴らしい、諦めない町田ゼルビア、いいゴールですね。2対4、その差2点、公式戦2試合連続のゴールです。戸高意地見せてくれましたね。そうですね、追加6分あります。ここで拾ったところ、落ち着きましたよね。持ち替えてここしかないというコースでした。小原さん、はい、スタジアムの雰囲気ですが、また一段とボルテージが上がったように感じます。